皆さんこんにちは。短期間で合格圏へ虎の巻活用法ということでですね、5分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当はレック専任講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回はですね、こちらですね、はい、短期決戦型テキスト、どこでも宅建士虎の巻というふうにあります。はい、ちょっとですね、こちらなんか年度版がおかしいな。そうなんですね、2018年度版はですね、まだ、できておりません。ですので、申し訳ないんですけど、昨年度版で、お話をさせていただきたいと思いますけれどもね。なんで、これまだできてないんですかって言いますと、こちらこのテキストはですね、その年の法改正に完全対応させようというですね、そういう意図がございます。ですので、まあ、4月1日の法令で宅建試験というのは作られます。ですので、4月1日段階の法令を全部、踏まえた上でテキスト作成したいんです。ですので、まあなんていうんですかね、最終調整を4月1日以降にしなければいけないので、まあまだちょっとこれを収録している段階ではですね、これ収録しているのは3月なので、そう、まだ、この虎の巻現物できておりません。ですので申し訳ないんですけれども、こちら、昨年度版と、いうことになりますけれども、まあ昨年度版で、まあ毎年毎年ですね、だから改定をしているわけですよ。その法改正に対応させる、まあもしくはですね、その年の宅建試験の、その年、前の年か、前の年の宅建試験の問題をちゃんと、踏まえての改定という形でですね、まあ、改定しているので、まあ、その今、整理改定作業中でございます。ですので、まあ、ちょっと昨年度版のテキストなんですけれども、ちょっとこれを見ながらですね、このテキストの活用法、まず見ていきたいと思います。で、こちらですね、まず、タイトルのところにですね、はい、トラさんがですね、絶対取らねばとか書いてあります。まあ絶対取らねば、取らねば、取らずともというですね、まあランク付けがしております。で、ここの絶対取らねばと取らねばの部分はもう意地でも、マスターできるようにしておいてください。まあ取らずとものところに関しましては、まあそんなに無理する必要はないかなって感じです。まあ一応見てほしいんですけどね、一応見てほしいんですけれども、まあちょっとこれきついなっていうふうに思ったら、まあ取らずとものの部分はスルーしてもらっても構わないかなっていう感じですけれども、まあ絶対取らねばと取らねばの部分に関しましてはですね、ここにそういうふうに書いてあるものに関してはある程度ね、マスターできるようになっていただきたいのが正直なお話です。で、こちら虎の巻ですと、こう最後にですね、虎の巻1番みたいな感じでですね、まあ重要ポイントがまとまっております。で、そうするとですね、結局ここの重要ポイントさえ覚えればいいでしょうっていう形で、ここしか見ない人がいるんですけど、それはぜひやめていただきたいわけですよ。で、それは何でかって言いますと、それは何でかって言いますと、当然のことながらですね、ここにいろいろ解説がついております。で、この解説が重要なんです。で、特に最近の宅建試験って丸暗記で対応することができないってよく言われますよね。で、丸暗記で対応することができないっていうのはどういうことかっていうと、要はですね、そう、この結論だけ覚えてる人、それを排除する試験になってるんですよ。そう、結論だけ覚えるんじゃなくて、こういうところまでしっかりと勉強していますよねと、つまりこっちが大事なんです。で、こちらが大事で、でも結局、まあ分かることは分かった、でも最低限のことは覚えておかないとね、まずいよね。じゃあその最低限暗記物は何ですかって言った時に、その暗記物をまとめてるのがここなので、そう、ここだけ覚えればいいわけじゃなくて、こっちが重要なんです。でもこれのじゃあ全てを覚えるってわけにはいかないでしょうから、その中で最低限頭の中に入れておいてもらいたいのはこれなんですよと。あとはそのこの考え方っていうものをちゃんとマスターしておいてくださいねっていう、そういう意図なんですね。で、こちら、まあ、ウォークモンって書いてありますよね。虎の巻の下にウォークモンって書いてあります。で、例えばここ問いの1番の2番4番というふうに書いてあります。これ何かと言いますとね、ウォークモンのちょっとこれ昨年度版なんで合ってるかどうかわかんないですけど、問いの1番の選択肢の2番と4番がこの段階で解けますので解いてみてくださいねっていう、そういう印です。ですのでウォーク問とかも使いつつですね、この内容をちゃんと把握していただく、そういう感じの勉強を心がけるようにしておいてください。ですので丸暗記っていうものからどれだけ脱却できるのか、ここがまあある意味勝負のポイントだというふうに思っておいてください。よろしいでしょうかね。
はい、それではですね、5分ほどの短い時間ではありましたけれども、虎の巻、しっかり使って合格へとお役立てください。それでは、今回のお話はこれにて終了したいと思います。皆さんありがとうございました。